吉野海岸吉野海岸は、宮古島東部の沖縄県宮古島シグスクベアザ、吉野にある砂浜、海水浴場である、琉球方言で、異能と呼ばれる、大規模な証拠がある海岸。熱帯魚の種類や数は、宮古島で最も多いと言われており、シュノーケリングのポイントとして知られている。ただし、遠浅で潮の干満の影響を受けやすく、干潮時はシュノーケリングに適さない。 ウミガメの産卵地でもある2004年度に、旧グスクベ町によって県道近くの崖上に駐車場、シャワー、更衣室、トイレ等の施設が整備されている。一般車両は海岸まで降りることはできないため、崖上の駐車場に車を止めて、ワゴン車によるシャトル輸送で海岸にアクセスする。利便施設の利用は有料である。下記には、業者が、 レジャー用品のレンタル等の営業を行っているが、2019年4月からは条例による許認可制度が導入され、ライフセーバーの配置等の条件を満たした事業所のみに活動範囲を仕切って営業が認可される予定である。宮古島観光協会青年部が2009年の8月下旬から9月下旬にかけて、 宮古空港出発ロビーで東京直行便の乗客ら1911人を対象に聞き取りや記入式で行った宮古観光の顧客満足度調査によると自由回答で宮古のベスト3を尋ねる質問に対して吉野海岸が3位に挙げられた。ありがとうございます。